はい、スキームの笹川です。こんにちは。今日はですね、ちょっとご紹介したいのがありまして、私ですね、いよいよ本を書いたんですよ。まあ、本と言いましても、電子書籍、Kindle、Amazon さんのところで売ってるやつですけれども、それですね、書籍の方はですね、2年ぐらい前でしたか、日経ソフトウェアさんからお声掛けいただいて、リスプの作り方、スキームの実装方法について、まあ、ちょっとなんですけどもね、書かせてもらったんですけども、なかなか、その紙の媒体っていうのは、お分かりで、お声がかりもその後なくてですね、かといって自費出版っていうのもお金かかるしななんて思ったんですけども、今や電子書籍誰でも出版できるということなもんで、じゃあせっかくならということでですね、ついこの間出版しました。1月下旬ぐらいに出して、まだ1ヶ月経たないんですけれども、こういう本です。リスプの、実装、C 言語で作ろうというふうなことでやっています。何年前だっけ、4、5年前にですね、リスプを作ろうって言ってやりだしたんですけれども、いろいろと M 広井さんに手伝ってもらったりとかですね、まあ、苦労しながらなんとか作ったんですけれども、小さい、専業ちょっとぐらいですね、ものすごく小さい C 言語で作ったリスプ処理系です。リスプといっても、まあ、マカシー博士が最初に作った頃の本当に小規模なやつですね。マクロもついてないようなものです。でそういうのを作って、その時ののをですね、ちょっと物語風にこんな風なんで、本を作りましたんです。もしよかったら、お求めいただければと思います。最初の時ね、初版ですいません、まあ、直ったはずなんですけどね、やっぱ最初なもんでタイプミスがあったりだとか、何回も読み直したはずなんですけどもね、いろいろと、間違って、今きっちり直しました。 Amazon さんにお願いして、アップデートもお願いしたんで、多分今も初版はすり替わ直ってると思います。まあ、いろいろとご協力いただいた方々、ありがとうございました。おかげさまでなんとか、まずまずの品質にはなったのかなと思っております。で、中で作ってるリスプなんですけども、このやつですね、モノリスっていう名前をつけてあるんですが、本当に小さいですね。専業ちょっとなもんで、リストなんて今時リスプにはないんでしょうけども、これが使えるの関数の、一覧です。まあ、2T は最低限なきゃいけないですけども、まあ、本当最小限ですね。でも、まあ、一応これでも動くことは動くんです。まあ、そんな風なことで、でこれを要するに、その実用にはこれもちろんならないんですけども、なんか仕組みが分かっちゃえばですね、あ、この程度なら俺でも作れるのかなということで、特に若い方が興味持ってくれてですね、すごいいいリスプ作りましたよみたいな話が出てくると、すごい嬉しいなと思っています。それからこれは専業ほどでありますけれども、ガベージコレクションは自前で作っています。一貫して私そうなんですけれども、やっぱりそれ作んないとリスプじゃないでしょう、自作なんて言うんだらっていうふうに私強い思いがあるもんですので、ガベージコレクションも、まあ、すごく、まあ、素朴なマークアンスイープですけれども、ついて本の中で説明をしています。そんなふうなことで、やってまして、で実はですね、もうすでに続編に取り掛かっています。というのは、とりあえず表紙だけ作ったんですね。マクロ入れてなかったんですよ、第一作の時には。あんまりでかくにしたくないし、まあ、本当にそのリスプの単純明快な、ところをご紹介したいってことで、入れてなかったんですけれども、どうですかってツイッターでお尋ねしたところですね、マクロにも、リスプのマクロにも興味がある方がいらっしゃるようなもんですので、それじゃあということで、続編でマクロも追加する、まあ、極力小さく保ちながらマクロを搭載するというふうなのを、今進めているところです。なんとか4月ぐらいには出版、第、続編を出版したいなと思って準備をしています。続編になるとマクロが一応使えるように
なります。これ今準備してるんですけども、デフマクロ、こんな構成か、カーの X、 まだクワジコートとかで、ね、これから作るもんですんで、まだなんですけれども、まあですね、原始的なマクロ、これカーをですね、ファーストっていう名前の、マクロにしたものですね。ですから、ファイアレスティか、間違いファーストで、をクダーと同じように使えますから、こうやると、動きますよと、こんなことですね。まあ、ここはあれですね、クワジクオットとか、コマ使ったりとか、スライス使ったりとかっていうのを、まあ、これからやっていくんですけれども、でその原始的なマクロの様子を見ていただきながら、極力分かりやすいように、ご紹介を、本の中でご紹介をしたいと思っています。マクロって言うとどうもなんかこう魔術的ななんか感じが漂うんですけども、決してそんなことはないんで、ぜひまあそのあたりも、誰でも理解してもらえるような、優しいお話にして第2編をお届けしたいと思っています。よろしくお願いします。それから本当いろいろお世話になりまして、これですね、最近本当リスプちゃんのおかげで、若い方にリスプが知られて本当に良かったなと思います。リスプっていうともうなんかこう古臭い、フォートランの次に古い言語なんていうふうな、ことでですね、だんだん若い方に忘れられて知らない人多いのかなと思ってるんですけども、チョマさんのこのおかげでですね、だいぶリスプも若い方に知名度が上がってきたのかななんていうふうに思います。それから本にあたってはですね、中村正太郎さんに大変お世話になりまして、大変ありがとうございました。本を検討させていきましたらですね、本当にありがたいことに中村正太郎さんのホットコーナーでご紹介をいただきました。まあ、本当高名な方が読んでくださってですね、かなり細かいところを読んでいただいて、本当にありがたい、恐縮をしておりました。アドバイスもいただきましてね、いろいろご紹介もいただきました。本当に中村さんありがとうございました。まあ、そんなことで、出版頑張っております。もしよかったら Kindle でお買い求めていただければ ありがたいかなと思います。どこにあるのかな、ですね、Amazon で検索すれば、リスプ、これランドブリスプですね。ここのですね、Kindle で検索していただき、出ます。これです。これが私書かせてもらったやつなんですけど、すごいですよねって自分でも驚いたんですけど、ここ私の大変大尊敬する竹内幸雄先生の初めての人のためのリスプですね、のお隣に、我が船長が並んでるっていうのがもうなんとも感慨深いですね。感無量です。皆さんお買い求めていただきた読者の皆様、大変ありがとうございました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。まあ、そんなことで第2弾も頑張っておりますので、もしよかったらご覧いただきたいと思います。以上でした。すいません、ずっと宣伝ばっかしでした。じゃあまた。